はい、ということで、M1 区開発陣全員集合でございますが、開発陣といっても、まあ、僕と桐野さんは、テスターという形でいろいろとこうお手伝いさせていただいて、まあ、やっと一般発売したんですよね。ということでその開発秘話をですね、ちょっと直接制作者ご本人に話していただこうかなと思います。制作者の、徳田さんです。徳田です。本業は大学の教員です。あの電気工学を教えております。プロ中のプロじゃないですかね。じゃあまずこれをですねどうして作ろうと思ったのかっていうところをちょっとお話しいただければなと思うんですけど、はい、まずこれ僕が持ってるのはこの丸いやつ、丸なんていうんですか、リリコンみたいなやつみたいなやつで、桐野さんが持ってるのが四角いやつ。これは丸か四角だけですよね、違いは。そうです、デザインの問題。そう、長さも同じです。はい、長さも一緒。はい、じゃあこれを作ろうと思ったきっかけというか、うん、何かなんだろう、あのもともと本当に子供の頃からあの皆さんと同じように T スクエアの大ファンで、ずっとそれを聞いて、もう仕事の時も通勤の時もそれを聞いてこう元気を出して頑張ってきたっていう、まあ、もう人生ずっとそんな感じで、まあ、その辺でだんだんもう少しこうジャズとかにも興味を持ってっていう、こう、まあ、音楽が皆さんと同じように好きでっていうのがあって、で、もう10年15年ぐらい前かな、UE3020 を買ってちょっと練習して、はい、白いやつですね。そう、白い練習してて、はいはい、でもそれもしばらくするうちに吹かなくなって、もう、まあ、眠ってる状態で、でもまあそれで結構かさばるじゃないですか、その音源の方が。ああ、音源こんなですもんね。でどうしようかなと思って、まあニューラッドもありますよね今って、はいはい、音源ないくてコントローラーとしてすごく完結しててできるものっていう時代が来てて、でそういうのが相まって、でもともと電気工作って趣味であり仕事であるので、でなんかちょっと作ってみようかなって、どうよって思い立って、で1年ちょっと前の5月ぐらい、2022年の5月ぐらいに作り始めて、で、まあ、1ヶ月半か2ヶ月ぐらいで最初 YouTube に紹介したダクトに入れたやつができて、はいはいはい、でそこが一番最初のきっかけです。うんうんうん、でその後に僕がちょっとこう吹かせていただいて、まあ、正直なところ言うと、あれこれはちょっとダメかもしれないって思ったんですよね。あの反応が遅すぎてターニングしても音がついてこないっていうことを、うん、まあちょっと言って、でまあちょっとそのまた直していただいて、でまた吹いて、もうちょっとこうでまた直していただいてっていう繰り返しで今この完成品になっているので、だいぶこうなんていうんですかね、洗練されてきましたよね。ありがとうございます。で僕的にはやっぱこう吹いていいか悪いかの判断しかできないので、その中のことは全然わかんないので、うん、でそこでちょっと桐野さんにお手伝いいただいて、あの何ですかね、もうちょっとこの機械的な部分を交えてあの説明していただいたというか、それでガラリと変わりましたよね。そうそう、だから一番最初あのレスポンスが悪かったのは、うん、多分私の技量に合わせて作ったから遅かったと、はい、で川原塚さんに見ていただいて、あのプロのスピードってこれぐらい必要なんだっていうのが分かって、でその時にまあ気候的な余裕があったんでスピードだけは速くなったというところで、うんうんうん、でその後桐野さんに加わっていただいて、例えばこう目いっぱい吹いてるとこから息をパッと切った時にあのデータがこうどれぐらいの頻度でだんだん下がっていくとかいうことで、ーデータをどれぐらいのこうタイミングで出すとか、あとはあのお二人がすごいこだわっておられたこう唇のビブラートの時の音程の変化をどうするのかっていうのを、川原塚さんはフィーリングの方で見てもらって、で桐野さんにはこうデータの推移、右のこうレコードを取ってもらって、でこれここちょっとこういう風にした方がいいんじゃないかとかっていうの で、はいはいはい、でその時にそもそもユイ赤井さんのユイのこう音程の変化っていうのも初めて意識したぐらいで、持ってるくせに私全然使いこなしてなかったんで、あそういう風に動いてるんだなっていうことが分かって、で必要なところはそれを参考にして寄せていって、あるいはオリジナルの機能をつけてっていう風に進んできた感じです。お互いに、うんうん、あの本当にお二人のアドバイスとこうなんかテストというか、もう全面的なこう評価のおかげでなんかいい感じになってきたかなと思います。
キリノさんどうですか、その最初にこう、まあ、僕話振ったじゃないですか、でこれ吹いてもらって第一印象っていうか、いやもうその時すでに結構できてたので、あレスポンスはね、はい、ちょっと改善してましたよね、はい、うん、なので、あでもあちょっと惜しいところがあって、うん、でもその惜しいところってあの、まあ、僕もずっと長くウィンド人生は吹いてたので、あのこんなところいじったらもしかしたら良くなるかなっていうのは なんとなく差しがついたんで、まあそこでちょっともしかしたら僕がそのデータ取ったりとかで、うん、あのお手伝いすればものすごくいいものができるんじゃないかっていうのが、なんか期待があったので、それであの かなりちょっと僕もあの熱心にありがとうございます。いや本当にキリンさんいなかったら、ね、僕何も分かんなかったですからね。いやいやいや、あとのメカニカルとかプログラミングのところの、まあ、ちょっとうまく橋渡しができたかなというふうには思ってます。いや素晴らしい、うん、で、まあ、さっきちょっとオリジナルの機能っていうふうにちょっとおっしゃってたんですけど、まあ、今 Windows シンセっていうのはその Windows コントローラー含めですけど、まあ、結構いっぱい出てるじゃないですか。あのちょっとおもちゃ寄りのものもあるし、まあ、こういうプロフェッショナル向けのものも何個か出てると思うんですけど、これならではっていうと、そうですね、あの最わりかし早い時期に、ブレスのチャンネルをあの他の既存のものよりこういくつか余分に出せた方がいいかっていうアドバイスと、ね、があったのと、あとはあれですね、あの他にもこうあのいわゆるこうベンドのこうコントロールに対して、うんうん、あのコントロールチェンジをあの選んで出せるっていう機能、それからあとは息抜きの機能、制御 の調節のバルブですね、うん、実は私昔 UI3020 でやってた時もこのマウスピースの隅っこにこれと似たようなバルブつけて息抜き調節してたんで、はいはい、その時 あのアイデアがあったんで、それを、うんうん、あのぜひ盛り込みたいと思って盛り込んだっていうところですね、うんうんうん、真似してもいいところはもう過去のユースを取り込んで、で加えてこう川原塚さんとか桐生さんのアイデアと私が持ってたアイデアとかをとにかく詰め込めるだけ詰め込んだという感じですね、うん、まあ、この息の調整っていうのはいいですよね。あの EV とかだと、まあ、昔のは息が抜けそもそも抜けないっていうのがあって、うん、で抜けるやつももうちょっと抜けたらなんか本物のサックスに近くて楽になるんじゃないかっていうようなこともちょっとあって、だからこれが一気に解放すると、まあ、スコーって息が入ってくので、まあ、楽は楽なので、そのまあお好みで息を止めるとこまでいけましたね。今いけると思う、はい、であとさっき言ってそのベンドのカーブ、例えばここでこうグイーってやった時にこう音がウィンウィンってこうみんなコントロールしてると思うんですけど、このカーブの立ち上がりが早すぎるがゆえに、ここにセロテープとか貼ってこうやってたんですよね今まで。でそれをカーブで電子的に変えられるっていうところ、まあ、これも新しいかなとは思います。あとコードが出せたりするんですよね。ハーモニーですね。でも3音オクターブ入れると4つ出せますから、うん、例えばキーに対してもコードで、はいはい、3音出すっていうのもできます、まあ、音源側が複数音発音に対応していれば出るってことですね。であとは多分このみんなが気になってるのはこれについてるこれがまあ、サックスのマウスピースであると、まあ、アルトサックスのマウスピースがついてるんですけど、これでこうこの、まあ、本物と一緒でここから息を入れてここで何でしたっけ、ビブラートをコントロールしてる、うん、実際にリードが震えることはないんですけど、この中の圧力を変えることによってそれを、まあ、成し得てるっていうところですよね。でこれ僕はちょっと分かんないんですけど、要は中間点を自分で作るってことなんですかね。ヤマハのやつとかそうなんでしたっけ、うん、そうですね、あのピッチベンドが低くなるところから高くなるところの間のその、うん、音程が合っている状態っていうところは、自分である程度噛んだところで止めて作るっていうところ。だから割とこうピッチが上にも下にも自由に行く代わりにそこを保たなきゃいけないから難易度がちょっと高い感じなんですね。そうですね、あのリリコンなんかは本当にそこの、リニアに変化するので音程が正しいところでぴったり止めてないといけない、あのアンブッシュは。だから EV とかだと、まあ、あのゴムだからもう要は噛んでても緩めててもその噛んだ瞬間は変わるけどそのジャストピッチはずっと一緒が
もうできるんですよ。もうできる。もうできるけど、そのさっき言ったリニアで変わっていくタイプもできるから、だから昔のリリコンをもし吹いてて、ああいうのが良かったなって思う人はこれいいってことですね。そうですね。ヤマハの WX も結局デフォルトはそうなってる。デフォルトはそうなってる。あのリリコンに近いのがデフォルトになってますね。だからそっちが良かった人は、これも、もう割と対応が効く。効く。だから、いろんな面からこうアプローチをしてる、まあ、ちょっと集大成的な感じ。いいとこは全部もらっちゃってます。はい。うんうんうん、リブルアートに関して、イーヴィにも、WX にも、リリコンにも対応してるっていうことですね。まあ、多分どれかしかみんな使わないでしょうね。そこを使い分ける人ってなかなかいないと思うんですけど。で、実際にこの、まあ、動画撮ろうと思ったのは、まあ、これがいよいよ発売されて、今どれくらいデリバリー？結構少ないです。結構少ない。だいたい月に作れるのが5から10ぐらいの間で、で、はい、お届け始めたのは、8月の最初からかぐらいな、うんうん、それぐらいのペースです。はい。じゃあ何人かはもう、何人かはお持ちいただいてます。うんうんうん、だから、今のとこ何もなく。今のとこ大丈夫ですね。うんうん、まあ、この段階でいっぱい出てたら困るんですけど、ね、そうですね。はい。うんうん、ただ、まだ出始めなので、こうどれぐらいこうネジが緩みやすいかとかもわからないので、その辺は皆さん使っていただいて、はい、致命的な問題はもうないはずだと思ってるんですけども、はい、あとは、どこの部品にどれぐらいの寿命があるのか、これが1年なのか3年なのかっていうのはまだまだ、どなたかが壊れたらそれをこう直してっていう、皆さん、ちょっとお手間いただきますけども、直させてもらってっていうので、だんだんこう分かっていくかなというふうに思います。そうですよね。演奏するのは多分、まあ、お二人が合格点をくれているので、もうどうだっていう気持ちが実は正直あるんですけども、うんうん、はい。だから今後もね、まあ、ちょっといろんなファームウェアとか、ちょっとずつ良くなって、またさらに良くなるかもしれないですね。うんうん、それは、ちょこちょこ改善は、この間もね、ちょっとキーのアサインメントとかも、運指も調節したりしましたし、そこは、どんどんブラッシュアップできるところはしたいですし、丈夫さとかもちょっとずつなんか工夫して、良くなっていくと思います。だから、まあ、先に手にしたユーザーの方は、なんかこう、こういうことができたらいいなっていう、まあ、僕らがね、気づかないことがひょっとしたらあるかもしれないので、言っていただければいいかなと思うんですが、じゃあそんな感じですかね。ぜひ、はい、試奏もできますので。試奏もできる、はい。で、その辺はホームページに、はい。じゃあこれの細かい詳細とか、まあ、スペックとか、そういうのは全部、よろしくお願いします。ホームページに、うん、で僕とか、まあ、この3人が全員多分動画を出してるので、それもあれリンクとかあるんでしたっけ？あります。サイトの、動画リンクみたいなページがありますので、はいはい、じゃあそれ見ていただいて、興味持っていただいたら、まあ、試奏していただいてか、いきなり買っていただいても全然いいと思うんですけど、はい、ちょっとその予約と需要と供給のバランスがあるので、まあ、ちょっとお待たせする可能性はあるかもしれないんですけど、まあ、楽しみにしていただければと思いますので、じゃあ、ね、今後とも一つよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、という感じで、今日ね3人ちょっと初めてちゃんとした場所で会ったので、こういう動画撮ってみました。またちょっと今後楽しみにしといてください。じゃあいいですか。はい、じゃあありがとうございました。